いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。取らせやがって。あら、ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか？俺だとなんかまずいんすか？ハルカのことはガキの頃から知ってるんでな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。ていうかキリュウ、お前はいいのかよ？俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんで、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護頼めるか？ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それより神室町で動きがあったぜ。尾道から岩見恒夫が出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東上会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのも神室町に集まってきててな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。
嵐の前の静けさって感じだ。岩見つねはカムロ町に何しに来た。前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。あいにく詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんなら何か知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか。はあ。なあキリュウ、採用会と成し付けるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか。そうも言ってられねえさ。半準備に舛添、どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこねえな。電話まだ終わらねえのか。ユータ。こいつはユータの。どうした、キリュウ。ユータがいない。どこかへ消えた。消えたって、おい、まさかあいつ一人でアジア街に。わからねえ。だってさ、悪いがハルトを頼む。你们都知道我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我。现在打我。没酒就没法子跟老爹说话。よう、クソ親父、一杯付き合えよ。
もしもし。兄貴、南雲ですわ。そばに家を倒りますか。どうした。
遺書が事務所に、ユータの遺書が事務所に置いてあったんじゃ。何？ゴミ箱に入っとったもんで気づかんかったんじゃ。兄貴、あいつ死ぬ気じゃ。ローと差し違えて坊ちゃんを守ろうとするんじゃ。後で電話する。ありがとうございました。なんだよおっさん。おう
障り。時間食っちまう。時間食っちまありがとうございました。ありがとうございました。
ばらく寝てろ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。